本の感想と動画の感想をしていこうと思いますと、まあ見ていればわかるように、えっ、ー、と、このチャンネル桜のやつと討論討論、あと宮台真司と藤井聡の協調対談本、これの書評を頼まれてたんで、まあこっちからやってこうかなと。えー、簡単に言うと、あの本番問教室で2人が話してた内容、あの前編後編。 これいつだったかな ?2021 年8月28日って書いてあるけど、まあ去年のやつか。えー、これがその後クライテリオンに文字起こしされて載って、で、それら2つを足したものに多少ちょっと何か新しいものを加えたのが、えっ、ー、と、この本で、で、その新しいものっていうのがだいたい最後の3、40ページぐらいかな。うん。 あの、なんかメタバースとかなんとか言ってて、マトリックスの世界のような、えー、世界観が若者たちに広がってて、それがなんか身体性がないからおかしいよねみたいなこと言ってたのかな。うん。で、今の人たちと、えっ、ー、と、我々世代がなんか違うみたいなことなんか言ってたような気がするんだけど、あんまりこう中身がない話だったから入ってこなくて、まあ、そこだけが新しいから、 ぶっちゃけた話、30分ぐらいの立ち読みでそこ一気に読めば俺は買う必要はないと思いますと。俺は買ったんだけど。で、残ったところの前の部分っていうのはあの動画の文字起こしだから動画残ってるから見ればいいだけの話で。で、またクライテリオン買ってる人はもう読,まな読めばいいだけの話でそこ。だからこの本って、だから、えっ、ー、と、宮台真司と藤里氏が、えー、と最初と最後にちょこっと書いてて何か。 であとこのメタバースがどうたらこうたらっていうのがちょっと加わっててあとそれぐらいだったかなうんそこでなんか宗教も語ってたような気もするんだけどえ何、ー、ていうかこう道徳とかねなんかこううっせえなとか思いながら、うん、まあいつもの熱苦しい、えー、藤里氏と、えー、淡々となんかこう分析解析をしていく宮台真司。 うん、無責任にっていう感じで。だから俺あんまりこれ買う意味あるのかなって、立ち読みでいいんじゃないのとか思うんだけど、あの、ろたけしと浜崎す介の対談もそうだったでしょ。あれもね、えっ、ー、と、クライテリオン買ってる人だと、最後のとこを立ち読みするだけでいいから、俺別に読まなく買う必要ないんじゃないのとか思うわけで。で、まあ、だからそういう感想ですと。で、次のあの、この、チャンネル桜の討論討論で、 日本政府はなぜ子供と若者を冷たいのかっていうのをちょっと面白そうなタイトルだなと思って見てて1時間ぐらいで嫌な気分になって途中はもう切ったというか誰かがねえっと何分何秒に何々ってやってくれてるのを書いてあったからそのコメントの一番上にそれ見てたら まあななんかかもう見る必要ねやとか思って切っちゃってて切ちゃんでかっていうと一人ね松井なんとかとかおっさんだとかなずっとね話入ってきてうるさかった。うん、であとなんか女の人もねあのでもこの2人はね、えー、と新しい情報をくれるという意味では最初の1時間は面白かったんだけどただ他の人が話しててもねすぐ入ってくんだよね。 で、水島悟と二人で盛り上がって、もうやるんだったらお前ら二人で喋れやとか思いながら、まあ、あんまり面白くなかったから切りましたと。浜崎洋介がなんか所々入ってたみたいなんだけど、浜崎洋介と森永康平と、あと、明日の話題の人だとかね、YouTube チャンネルの完全なる無駄遣いだから、もう、なんていうかな、 この討論討論討論ね本当にうん面白い時と面白くない時で激しくて浜崎洋介がいるからまあ面白くないことはないだろう面白いだろうなと思って見てたら。 えーうん、ダメだっったねっていうだから本当にうるさいっていうあとマクロ経済分かってないやつが喋んなとか思いながらマクロ経済分かってるか分かってないかでね本当にお金の使い方が変わってくるからだからこの子供になぜ冷たいのかって言ったら完全にねその財源論になって子供に回すお金がないんだよねって話になってきてでそこの部分の認識がないとえー、うん貧乏でもいいんだよとかなんとかわけのわからんこと言い出すから。 まあそんな感じでね、なぜ冷たいのか財源論ですっていうね。で、財源論。またあの、えっと、積極経済とかマクロ経済とか分かってないと、ああいうふうな議論になるんです、みたいな。もうそれだけで終わってるだけの話で、浜崎洋介とか森永康平がそこずっと言おうとしてんだけど、話騒ぎるから。だからもうイライラして俺は切りましたと1時間ぐらいで。うん。一応ここまで見てるんだけど、 えー、一応、あの、誰かのテロップじゃなくて、なんかこう、うん、えー、示してくれたやつで、そこまで飛んだってだけで、まあ、また、また、なんだろう、こう、話に入ってきて、あのこう,うるさいなとか思って。で、俺が最近ちょっと思ってたのが、最近の子供の特徴ってあるなっていう、ここにね、スマホ世代からコロナ世代で加速って書いてあるでしょ。何かっていうとね、あの、わからない問題とか、曖昧ない問題とか、 また、うん、なんだろう、自分で考える問題に対して異常に弱くなってる、または異常に強くなってる子がごくごく一部いる。だから体感としては全体のね、100人に1人ぐらい異常に思考力が高い子ができてて、うん、100人に1人か2人ぐらいだね。うん、数パーセントだと思う。で、その子らはね、 異異常常ににに思考力がが高いからそれれ成績に反映されてる場合異常に勉強ができるまあでもね思考力が高いから勉強するとは限らないんだけどで残りのね、えー、と8%だから上位10%の2%がその状態で残りの8%はね異様にこうインプットがすごいだから勉強だけできる子がいてだけどこの子たちっていうのは何だろうすぐ調べてですぐこう うん、だから異様にね思考力が低いんだよねあの学力の割に。で残ったところの90%はもう異常なレベルのなんかこう思考力が低いバカになってる。あでもね勉強はできなくて頭は悪いんだけど自分で考える癖がついてる子っていうのも のの中のね多分20ぐらいいるんだよねだから22%ぐらいほど思考力がある子が出来上がってて残りの78%があの思考力は完全に奪われたバカ状態になってるんだけど、まあ、社会の祝日から考えたらまあそんなもんなのかなっていうただこの,この世代に入ってきて極端になってんだよ本当にあり方がっていうのがだから普通他の世代にはも,もうちょっとまあ考えるのかなとか思いながら 俺今考えながら話しながら思ったんだけどよくよく考えたら他の世代ってそんなに思考力ある人いないよねってことで今の子たちの特徴だっていう方がおかしいのかなっていうただまあ頭がいい方の人たちで思考力がこれほど奪われてるのかっていうのをあの顕著に見る例があるからだから勉強ができるのにこんなに思考力がないんだって っていうのがなんかポツポツポツっているなっていうのでで親もその傾向があるよなっていうだから極端なマニュアル化が起こっててまあテクノロジーっていうのはあれだからね結局便利になるっていうことは何かしらの力を奪うってことで例えば車があるっていうことはあの足とかえーと足腰また移動する力っていうのを奪っていくってわけで でまあだからスマホとかこのコロナでタブレットでインターネットでっていうので当たり前になってきた世代になってきたらまあそういう力がなくなってくるんだろうねっていうじゃあその力がなくなってきてじゃあ他の部分の力が出てくるんじゃないのかなって俺は思わなくもないんだけどその部分が多分その思考力が磨かれてる世代あの子たちなのかなっていう。 まあそういった意味で、俺はちょっとなんか、なんかあるなとか思って見てるんだよね。この世代。なんか変わってるなと他と違って。変わってるなっていうか、最近の若いもんはって、まあ、どこのね、世代も言うでしょ。で、それがね、違いが出てるのがどこかっつったら、多分このスマホ、タブレット、インターネットによるこの変化っていうのが対応っていうのがあるんじゃないのかなっていう。 まあだからね、俺は最近の若いもんはとかね、若いもん助けてやんなきゃいけねえんじゃねえかとかいう人たちなのかな、この宮台新地藤井聡またはこのチャンネルさくらの。俺は思うんだけど、あいつらはあいつらで勝手に対応するから。で、あの人たちの対応力は、あのー、一番こう高いんだけど、各世代の中でも。で、俺らがその、その上の世代っていうのが対応しきれなくなって、で、鈍くなってて、 で、あいつらがバン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 対応していくでしょう。うで、それに対してあいつらが先手を取って、ガン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 上手いことやって、で、それであいつらはずるいなっていうような大人たちっていうのが多分言うんだよね。昔から最近の若いもんはあって。だから、俺は思うんだけど若い子たち見てね、もっと学べって思う、俺は。おっさん、じじい、ばば、うん。 だから若い子たちの姿を見て、えー、何かしら学ぶものが必要なんじゃないのかなと思いながらあのこの写表とか動画とか見ながらちょっと思ったよねっていうと,ということでなんかよく分かんない結論になったので失礼しますと。